日本近海には中国海軍潜水艦の脅威がすでに始まっているのです。案内役のアミカです。今回は中国の潜水艦事情と YJ-18 ミサイルを詳しく見ていきます。日本も12式誘導弾とも似ていますが、射程延伸を急がれる時期に来ています。2022年3月現在、日本を取り巻く安全保障環境は不安定さを増してきており、北朝鮮による新型の大陸間弾道弾とみられるミサイル発射や、一連の経済制裁に対する反発から、ロシアが北方で恣意的な行動を行うなど、枚挙に暇がない。こうした北朝鮮やロシアの動きなどから、相対的に注目度が低下している感もあるが、南西諸島の尖閣諸島周辺海域での中国側の動きも相変わらずであり、3月26日には、30日連続で、その周辺接続水域への中国海警局艦艇の侵入が確認されている。日々緊張状態の続く尖閣諸島周辺海域では、海上保安庁の艦艇が、すでに数で上回られてしまった中国海警局を相手に、懸命な監視と警備活動等を継続しているが、これを岸田総理がアシストする遅れ行動を見せた。岸田総理は、日本のトップとして、4年ぶりに、海上保安庁の幹部候補生を養成する広島県呉市の海上保安大学校の卒業式典に出席、北朝鮮の不審船や、中国海警局との尖閣諸島をめぐる最前線にある道庁の役割を語り、祝辞を送った。こうした政治的な岸田総理の活動は、中国が触手を伸ばす尖閣諸島への警戒が、いかに日本にとって喫緊の課題であるのかを改めて示したものと感じられたが、周囲を広い領海で囲まれた日本の主権を守ろうとの意思が見て取れる。中国は、日本で言えば海上保安庁に相当すると、言えるか行け、異局の艦艇を前面に押し出して、尖閣諸島は自国の領土だとする主張を既成事実化しようと、年々その活動を活発化させているが、その実態はもはや海軍に近い。中国海警局自体が武装警察に連なる組織に位置している上に、近年では中国海軍が使用していたものを譲り受け、当局の艦艇として投入するなど、日本の海上保安庁が警察力の行使に止まることに比べ、はるかに軍事的色彩が強い。さらに、中国海警局の背後には、近年、著しく各種の艦艇数を増加させ、それに伴い海洋進出を加速させている中国海軍が控えており、これには2018時点で世界シェアのおよそ 40% もの建造トン数を獲得した同国の造船能力が、大きく寄与している。これは、同年世界で2位であった韓国で、すらおよそ 25% であったことを鑑みれば、いかに、中国の造船能力が、驚異的な数値であるのかを示しており、圧倒的なペースで増強される中国海軍の艦艇数にも納得させられる。単純な艦艇数であれば、すでに、中国海軍は、アメリカ海軍をも凌駕しており、2025年には400隻体制を確立すると見られるが、これに対してアメリカ海軍では355隻体制を目標として掲げており、その差はさらに開きそうだ。こうした中国海軍の現状を見て、アメリカ側では、同海軍は2000年からの20年間でほぼ3倍もの規模に達していると警鐘を鳴らし、同時に従来の沿岸防衛に止まらない遠洋への進出を基とした艦艇を増加させていると指摘している。アメリカ側は、中国海軍が055型南アキラ級ミサイル駆逐艦や、遼寧3トンに続く新型でカタパルトを装備した003型航空母艦、そしてその艦載機となる戦闘機など、本格的な空母打撃群の分野にまで進出しつつある。と見ている。また、仮に、
台湾への武力侵攻を起とした場合、陸上戦力の投射を可能とする075型強襲揚陸艦など、これまで以上に強力な艦艇を建造、収益させているとして、従来台湾海峡に隔てられ困難と考えられてきた上陸作戦の遂行能力獲得を懸念している。ただし、こうしたアメリカ側の指摘は、中国海軍の増強で危機感を煽り、旧ソ連の崩壊以降に縮小傾向にあった自国海軍戦力の再びの拡張を目指し、アメリカ議会において、その建造、整備に必須となる予算獲得への方便だと見る向きも多い。というのも、確かに、アメリカ海軍は、単純な艦艇数の比較では、中国海軍の後塵を拝しているように見えるが、総トン数においては、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦70隻以上やタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦27隻等を有し、今も上回っている。例えば、中国海軍の最新鋭の水上戦闘艦である、055型南昌級ミサイル駆逐艦は、満載排水量が1万3000トンで、VLS、垂直発射艦、112セルを誇るが、未だ8隻の建造であり、アメリカ海軍が有する水上戦闘艦は、トータルの兵装で、9倍近い火力を誇ると見られている。こうした観点から見れば、世界中のありとあらゆる海域に、これらの艦艇を派遣することが可能なアメリカ海軍は、未だ、遠征能力とその打撃力、火力において、優位であることは確実であり、今の中国海軍でも真正面から、対峙することは困難だろう。ただし、中国の沿岸部に限定すれば、コルベットクラス以下の小型艦艇である、哨戒艦等で、アメリカ海軍に対しても、数的優位に立つことが可能で、従来までのように、容易に、アメリカ海軍艦艇が、中国に接近することは困難となりつつあるとも言える。ここで、中国海軍の主力となっているのは056型コルベットであり、基準排水量1300トン、満載排水量1500トン、全長 88.9 メートル、全幅 11.14 メートルの艦隊を持ち、2013年から、なんと、72隻もの数が、就役を迎えている。アメリカ海軍でも、中東等で、大型の水上戦闘艦が、ゲリラ的な攻撃によって、被害を被る事態も発生し、その投入が憂慮される事態にも発展していたが、それでも、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦より、小型の水上戦闘艦は、ごく一部しか保有していない。日本から見た場合の中国海軍の脅威は、やはり、その桁外れの建造能力を背景に、年々増強されている潜水艦戦力であり、2020年時点で SLBM を運用する戦略型原子力潜水艦7隻、攻撃型原子力潜水艦7隻、通常動力型55隻を保有していると考えられている。この中国海軍の潜水艦数は、2030年までには、さらに10隻は増加され、総数で、76隻にも到達する可能性が高いと見られており、今年2022年3月に、最新鋭の大芸型1番艦が就役したことで、ひとまずの目標であった、22隻体制を構築した、海上自衛を大きく引き離している。潜水艦の建造や運用には、技術力とノウハウの蓄積が必須であり、従来の中国海軍の潜水艦は、最も重要な静粛性に劣るとされており、旧ソ連の潜水艦と対峙し続けてきた海上自衛隊は、その哨戒能力において、世界的にも最高水準にあるとされてきた。そうした中でも、中国海軍の潜水艦の日本近海への進出が確認されており、直近では、昨年2021年9月に、鹿児島県の奄美大島の東方の海域において先行したまま航行する中国海軍所属と、おぼしき潜水艦を海上自衛隊が探知、追尾したとめされている。ここで、中国海軍の所属と、
おぼしき潜水艦は、数日にわたって、シュノーケルを使用することなく、先行航行を継続したことから、093型小球原子力潜水艦かもしくは 039A 型元型通常動力型潜水艦ではないかと、日本側では推定した。中国の潜水艦は、533mm 魚雷発射艦からも、運用が可能な YJ-18、ピーインミサイルを搭載しているとみられており、同ミサイルは、対艦攻撃のみならず、対地攻撃にも使用可能な巡航ミサイルであり、その最大射程は、およそ 540km にも達すると言われている。この YJ-18、ピーインミサイルは、中国海軍の水上戦闘艦にも搭載されており、現在、海上自衛隊の艦艇が備える対艦ミサイルよりも、長距離からの攻撃が可能であるため、これに対抗すべく進められているのが、12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発である。